久保さん。今回、ブランドの部にしましょうか。ブランドの部。僕ね、あの、ブランドものね、好きなようで嫌いで、嫌いなようなで好きで、好きなようで嫌いで、何すかね、あの、まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ結構、その、東京にいた時って、みんななんかお金稼げるようになると、まあやたらブランドものを買い漁るっていうね、まあブランドもんで身をまとうみたいなね、 全部ブランドモで見本まとうみたいな <laughs>。なんかいたんですよね。うん、まあ別にその,そのブランドが好きでとかだったらいいんですけど、なんすかね。お金持ってるぜみたいな。うん、まあそれもなんだろうな、まああのー、マーケティングの一つでね。 なんかやってるというか、まあ見せ方でやってるっていうのもあるんだけども、ある。まあアフリエートパーティー、まあ久保さんも何回か行ったことあるかもしれないですけど、アフリエートパーティーとかね。僕ね、もうあれ、もう辛くてね、あのアフリエートパーティーとかも行きたくなかったんですけどね、ちょいちょいたまに、まあ、お仕事でね、行ってましたけど、まあしんどいですね。あそこに集まる人とは関わりたくないというかしんどかったんですけど。うん。なんかその、 いいくら稼いでんのまあそこで飛び交うのがまずもういくら稼いでんのみたいなこれぐらいであすごいねーみたいな今度のプロモーションでさみたいなこの前のプロモーション何億当たってさとかなんかそのままずそのその人を判断する基準がうんいくら稼いだかっていうねうん,なんかなんか,なんか悪くはないんだけど切ないっていうね <laughs> うん 年年収いくら年収いいいくくららみたユーチューブでもね年収いくらなんですかっていうこの質問も非常に多いですよね。堀江さんって年収最高どれくらい取ってたんですかみたいなねとか,だからそういう質問も多分多いだろうしいくら今稼いでるんですかとか、まあ、それを知ってどう,どうにもこうにもならないんですけどね。うん。なんかマウントを取りたい取りたくはない取りたいのか取りたくないのか分かんないけど何か興味があるというか。 僕も,僕もやっぱありましたよね昔は。この人どれぐらい稼いでんのかなっていう。でも結構僕最近は自分が良ければそれでいいって感じですよね。自分ブランドみたいな感じですね。自分のブランドを確立してきた感が僕はすごくありますね。自分,自自分の人生ブランドですね。うーん。そう。 だからあんまり気にならなくなりましたね。まあ、久保さんもそうだと思いますけどね。久保哲郎ブランドっていうかね、自分の生き方というか、自分の心が確立されてるっていう。ただ一応情報発信していろんな教えてるので、まあ自分っていうものはあるんだけども、うーん、まあそこは臨機応変にやるっていうのもあるし、うーん。 そうだから僕も自分ブランドあるんだけども他のブランドも取り入れる時にあるし考え方取り入れることはあるしだけどそこも選べるようになったしだからなんか研ぎ澄まされてきた感じがしますねうんだからまあ今が一番楽しいですね楽しい理由は影響を受けない他,他社のブランドにあまり影響を受けないでもその他者のブランドでいいところがあるんだったらそれは素直に あの受け取る素直にパクるっていうことができるので <laughs> なんかかなりいい感じですねでも多くの人ってまあ自分のブランドもあんまないだろうし他のブランドを買いあさったりとか他のブランドに依存したりとかなんかそういうのがあるんじゃないかなと思うんですよねうんそううんはいいってらっしゃい